成功ホールディングスアストロン1969年生成功アストロンのクオーツ機構アストロン正式には成功クオーツアストロン 35SQ は世界最初のクオーツ子給で時計で推奨発信機1機を搭載する2014年に IEE マイルストームに電気工学の重要な進歩として登録され2018年には 国立科学博物館による重要科学技術資料に登録された。初代は、ハットリ時計店の開発部門である、諏訪成功者による10年間の開発を経て、1969年12月25日に東京で発売された。45万円という価格にもかかわらず、発売から1週間以内に100台が売れた。販売したハットリ時計店側は、 一旦38万円に下げようとして、会長の服部トリ・マから、安すぎるという指摘を受けて戻したというエピソードがある。通用な部品として、8192CPS の Y 型推奨発信機やハイブリッド集積回路、針を回転させる、位相固定式超小型ステッピングモーターなどが、含まれていた。 アストロンの誤差は1日にプラスマイナス0.2秒、1ヶ月にプラスマイナス5秒だった。諏訪成功者が本モデルを開発した権威は NHK 総合テレビジョンのプロジェクト X 挑戦者たち第64回逆転田舎工場世界をセイスクオーツ革命の腕時計で紹介された。2010年3月スイスのバーゼルフェアで 成功は2009年12月のデビュー40周年を記念したオリジナルのアストロンを模したデザインの限定版の腕時計を発売したはオリジナルのケースデザインを模倣してエプソンのマイクロアーティスト工房に所属している職人による嵐掘り模様が施されている IEE ヒストリーセンターエレクトロニックコーツリストウォッチ 1969IEE 2018年8月24日、閲覧。未来技術遺産に、世界初のクォーツ式腕時計やボトル自販機。朝日新聞。https w w w a s a h i c o m articles、ASL8P62-8 プルブッチ00レレ、XHTML2018 年8月24日、閲覧。1966年に発売された。 トヨタカローラ E10 が1台43万2000円だった。腕時計の歴史を変えた、世界初のクォーツウォッチ成功エプソン。1969年12月、成功クォーツアストロン 35S9。成功エプソン。2017年2月21日閲覧。ザニュー、成功クォーツアストロン、A デモストレーションオブ成功 S4。 リケー a オブデディケーション t i o n to the p オ r f e c t ツウォッチ成功プレスリリースクオーツウォッチ誕生40周年を記念し過去現在未来を象徴する成功クオーツアストロン2010を限定発売成功ウォッチプレスリリース世界初全世界39のタイムゾーンに対応ソーラー GPS ウォッチ成功アストロン衛星シグナルをキャッチし 地球上どこでも現在時刻を素早く取得。成功プレスリリース、クオツアストロン50周年記念限定モデル。成功 AB、成功、クオツアストロン誕生50周年を記念したトリビュートモデルを数量限定発売。 トラベルウォッチ、https コロンスラッシュスラッシュトラベルドッウォッチインプレス CO JP スラッシュ DOCS スラッシュニューススラッシュ 1216194.html2020 年11月29日閲覧。ありがとうございます。